ニュージーランドシンプルリッチ生活涼子です。いかがお過ごしですか？今ね、私今日土曜日なんですけど、今ね息子のね補習校日本人学校の方にね毎週土曜日の朝行ってるんですけど、彼を送って今オフィスに来てるところです。はい。で補習校だと毎週ね一冊本、日本語のね本を読むっていう宿題をもらってくるんですけれども、それ以外にもね、私自身ジャック、息子ね、5歳なんですけれども、私、旦那がニュージーランド人なので、英語と日本語になるんですが、私自身は彼に対して一切英語を喋ってないんですね。日本語だけで、コミュニケーションをとってます。はい。なので、英語で聞かれても、英語わからない日本語にしてみたいな感じで、とにかく日本語を徹底してます。はい。そんなこともあって、夜ね、寝るときは必ず本を読んであげるんですけれども、その本は日本語の本を読んでます。はい。もう一つはね、私は日本語はできますけど、英語の本は今、小学校が始まって、英語のね、本も毎週持ってくるんですけれども、何気に小学校って言っても5歳なんですけど、でも難しい。そう。発音がね、難しくて。で、なおかつ、うちの息子に、お母さんの英語、おかしい、おかしいって何回も言われるので、なので、変な英語を教えちゃいけないなと思いまして、私は日本語に徹底しているということです。はい。でね、その本をね、読むとき、本何冊か、本当にありがたいことに、知り合いの方とかが、子供用の本をいっぱい、くださって、で、家にはかなり日本語の本があるんですよね。で、読むんですけど、本棚にいっぱいあるんですけどね。なぜかね、彼選ぶのはね、島次郎の本なんですよ。やっぱり、ベネッサはね、子供のマーケティングをよく見てるということで、はい。で、彼は、結構本は好きですね。夜寝るときも2冊。眠くなっちゃうから3冊ぐらい選んでも途中で寝ちゃうんですけど、でも、日本語の本を読もうとして、本はね、よく読みます。だから本は好きな方なんじゃないかなと思いますね。ただ私自身は、子供の頃からあんまり本は読んでないんですよ。あんまり本は好きじゃなかったし、あとは、私自身が、3人、当時はね、3人姉妹で、私が一番長女で、で、下に2人妹がいたので、母親もすごい忙しかったっていうのもあったし、私の記憶の中では多分あったと思うんですけど、私の記憶の中では、本を読み聞かせてもらったとか、寝る前に読んでもらったって思い出があんまりなくて、で、そう、本の思い出というと、ちょっと年代がバレると思うんですけど、私が見てたのは、ロンパールームで、ロンパールームってわかりますかね？ロンパールームっていう子供番組があったんですね。内海緑が、お姉さん役で出てたんですけれども、そのね、内海緑が、みんなで子供たち、10人ぐらいだったかな？子供たちと一緒に、おやつの時間って言って、ミルクと、クッキーみたいな。あれもね、すごい美味しそうに見えてたんですよね。あれとか、で、その後だったかな？に、子供たちがそれぞれ好きな本を選んで、それを全部うつ緑のね、そのルンパルームの緑のお姉さんがね、こう集めて、じゃあ今日はどの本にしましょうかって選ぶっていうそのシーンだけが なぜかね、鮮明に覚えてるんですよね。そう、だから今も、そのジャックが今日本何を読むとかって言って、で、こう選ぶじゃないですか。じゃあこれとこれとこれ。たまに10冊とか、これもこれもこれもとかって、私に渡してくるんですけど、渡された時に、あの時のロンパールームのいつも緑になってるな、なんて思ったりするんですよね。そうそうそう。で、やっぱ子供の頃、なんででしょうね。もっと本に興味を持ったら、また変わってきたのかもしれないんですけどね。そう、とにかく、子供の頃そんな感じで、私の思い出はロンパールームのお姉さんのイメージがあって、自分で本を読むってことはなかったんですよね。ただ、これがね、日本に行った時は、あんまり読まなかったんです、本を。特になんていうか、小説だとかっていうのもあんまり読まなかったかな。たまに読むとすると、実用書とか、ビジネス書とかね、読みましたけど、でもそんなにはいっぱい読んでなくて。で、
ニュージーランドに来てから26の時に来たんですけれども、来てからやっぱその、まあ、周りが英語だけっていうのもあるし、当時はそのインターネットとかね、まだ発達してなかったし、まあ、YouTube とかも全然なかったし、だから得る情報、その日本の情報を得るとしたら、まあ、毎月出てたこっちのね、日本語の月刊誌と、あとは、そういったね、自分が取り寄せた本とか、あとはその、ね、当時 VHR でしたっけ、なんかこう、大きなビデオあるじゃないですか。あれを日本で撮ってもらって、ドラマとか撮ってもらって、お笑いとかね、お笑いっていうんですか、コメディーとかね、撮ってもらって、こっちに送ってもらって見てたっていう感じだったんですよね。その中でやっぱりその、活字に、もう本当だからそういう状態だったから、活字に飢えてたんですよね。なので、こっちに来てから、本をすごい読むようになりました。うん。まあ、当時、まあ、クラッシャーチは私ね、クラッシャーチになって、クラッシャーチも図書館があって、でも、それほど、その、日本語の本っていうのは置いてなかったんですね。で、プライベートで、まあ、本をいっぱい持ってらっしゃる方が、プライベートで図書館みたいな形で解説してくださってはいましたけれども、それほど本はなかった。うん、で、私もその読みたい本だとか、最新版っていうのかな、とかは、やっぱりその、日本から、取り寄せて、あの時はアマゾンもあったと思うんですけど、なぜか私はブックワンって、今もうないのかな、ブックワンっていうね、インターネットで本を取り寄せて、本当にね、本当に本って、シャレじゃないんですけど、もう本の価格以上に重いから送料がかかるんですよね。でも、それでももう読みたいがために結構送ってもらってましたね。あとは、こちらに住んでた方がもう日本に帰られるっていうことで、まあ、それぞれね、皆さん結構本を持ってらっしゃったから、それをまとめて、本当に100冊とかね、いろんな方からいただきましたね。やっぱりこのね、こういう仕事をしてると、お家を売った後はこのね、お部屋のね、整理をしなきゃいけなくて、その時に本があると。で、私が本好きなのをもう知ってたので、皆さん。なので、りょうこさんどうぞって言って本を本当に段ボール箱に何箱ももらいましたね。ただ、その時に、まあ、活字に飢えてたっていうのもあるんですけど、今まで自分が読まなかったような分野の本とか小説だとかっていうのも読むことができたので、あれは結構自分にとってはプラスだったんじゃないかなと思います。なので、最近はまああまり読まないし、その時は本当に年間で言ったら100冊以上は多分読んでたと思いますね、本ね。他にね、やることないっちゃ、まあこっちね、ないんだけどね。まあでも、本ってすごく、いいですよね。パラパラめくる感覚っていうのかな。今その電子書籍とかってね、あるんですけど、でも電子書籍じゃない良さっていうのがあると思うんですよね。で、特にね、電子書籍、なぜか、ダウンロードができないんですよ。これダウンロードできる方法知ってる人いたら教えてほしいんですけど、海外に行くと、日本国内だったら、ダウンロードできるんですけど、アマゾンとかね、オーディオブックとかもあるじゃないですか、今。でもそういうのって、ダウンロードできないんです、海外だとね。そう、なので、やっぱり今でも、その本を送ってもらうとか、まあ、友人からもらうとか、借りるとかして読んでますね。そう、つい最近も、仲良くしてたお友達が日本に帰ってしまったので、で、彼女がその本をね、処分するのにすごい困ってたから、じゃあ私それ全部いただきますって。で、まあ全部読み終わったらまた誰かにあげますみたいな形で。あれも何冊ぐらいでしょうね。5、60冊ぐらいあるのかな。ドカンといただきまして。そう。で、その前に私はもう断捨離で本をもう全部、ほぼ、本当に必要な本だけ何冊か残して、ほぼ全部処分して、皆さんとかね、あげたりとかしてたんですよね。だから、本棚かなりスッキリしてたんですけど、今また本がダーッといっぱいになってしまって、まあこれどうしようかなと思いつつ、でも、本を読むと、やっぱりさっき言った、紙の良さってありますよね。あとはその時、同じ、今まで読んだことがあった本も何冊かあったんですよ。でも、その時読んだ時に感じたことと、今読むのの感じたことが違うとか、言葉にしても、まあ、文章にしても書いてることにしても、
インスピレーションっていうのかな、こう感じるものが強かったりとか、例えばまあこうパラパラーっとめくってパッと開いたページ、たまたまね開いたページの言葉とか書いてあることが今の私にすごくグッとくるみたいな、そういうのってちょっとその電子書籍じゃできないので、なのでやっぱり本っていいなってすごく思いました。はい、ということで今日は子供の頃のね本の思い出からニュージーランドでの本と関わり方についてお話ししてみました。はい。これからもニュージーランドに関すること、不動産のことだとか、生活のことを、まあ私自身のこととかね、いろいろとお話ししていきたいと思いますので、興味のある方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。